ストレスに対してもう自分のストレスを見極めてやろうって、ちょっとストイックですけど、このくらい積極的に楽しむくらいの感覚があると、こう自分のストレス反応に対してダメって自分を責めるんではなく、責めたらもっと症状が悪化してしまうのでね、あのストレス反応は自分がバランスを取るために大切な自己防衛反応なので悪くはないんです。でもさらに意図的にするっていうことから、ストレスフルからストレスフリーになる。例えばね、ご結婚されている方はちょっと分かる方もいると思うんですけれども、こう田舎に夏休みとか子供連れて田舎に帰る、そこには姑や姑がいる、自分の親じゃないね。で、時々この姑は自分のところに電話かけてくる、電話かけてくる。で、そのたびに何か自分はストレスになっているってするしますね。その時にその姑に対するもう嫌だっていう大きなストレスを自分で、まあこのぐらいもうすごく嫌だって自分で思った時には、ユニクロでね、自分の好きな何か一つ買おうって決めるんです。意図的なのでコーピングになりますよね。で、夏休みとか、でだから普段はそういう時じゃなきゃユニクロで買い物しないって決めて、そういうストレスがあった時には、あ、じゃあユニクロに買い物に行こうって1点買う、まあ1000円とか2000円とかそのぐらいで買えますよね。で、田舎に帰らなきゃもうすっごい私憂鬱って、で1泊2日でもう5回ももうものすごく嫌っていうことが5回あったよって。そしたら今回はユニクロ5着分っていうのもなんだから、もうちょっといいものを1着買おうって決める。そうしたら、今日は この夏は何回私ものすごく嫌って思ってどんな服が買えるんだろうって楽しむことができたら、ストレスさえもある意味ストレスフリーになる可能性がある。もうそのぐらいの気持ちを持てるかっていうのは、やっぱり自分のそのストレスに対して主体的に関わっていけるかどうかにかかってると思うんですよね。日々の小さな出来事を意識して取り組んでいくと、まあそういうことも可能になっていく。なのでね、ぜひ皆さんもストレスフリーになっていけるようにしていってほしいなって思います。さあ、じゃあどんなコーピングがいいのかっていうことを見たときに、まず当然効果があるものがいいに決まって、